これ調べたらこの一ブロック1メーター四方らしいね。アホなん一応あの1メートルの世界か。現実世界でリンクするとね。いっぱい。こんなに簡単に石が取れるとは。まあね、さすがに。さすがに俺、こんなに。ワールドに接続集地形情報今はい来ました。おたおたこいつやな。 こいつって君もののようにほらおこれどうもこんにちは。これ別にやっぱり金髪の目の色が緑の外国人やわ。もさんはなんかインド人って感じやね。あのなんかブルーのあのシャツじゃないあ雨どうもこんにちは。あしゃがむんどうやんねん。シフトあれあごめんまた変になったちょっと待ってちょっとおいおいこんな土砂降りの中で今乗ってんじゃねえぞこれデータはこれ自動的に保存されるんこのサーバー上に。うんあそうなっとると思う。わかりました。では、今日からですね、あのマインクラフトを、ゲーマーで、自称ゲーマーでいいの？自称ゲーマー。別さん自称ゲーマー。自称ゲーマー。別さんと一緒にやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい。はい。これ見たら、これ別さん、これ男の人じゃないね。女性やね。うそやん。あと、髪長いもん。大丈夫。ほら、俺やん、男でも髪長い人。だいぶ前のキムタクブームみたいなもんよ。だいぶ前のキムタク。あの時ロン毛が流行ったんやね、その時にね。そうそう。おっさん、夜になってしまったな。やばいやばい。スタートから夜ってちょっとやばいんじゃない？まあ、俺が入って待っとる間にちょっと時間が経過してしまった感が。待ってくれとったんか、あれ。そうそう。ちょっとこれ画面ちょっと暗いな、ちょっと。設定で明るくできる。あ大丈夫、自分のモニターがちょっと暗かったんで。あそういう方か、うん、いろいろでまあちょっとどうしたらいい。家作ったらいいの？家作ってもええけど、正直家作ってもあの寝れんのよね、羊がおらんと。目の前羊、狼じゃんこれ。わそう、狼なんよ。狼倒した方がいいの？いや、狼は何もせんかったら何もしてこん。あ優しい狼なのね。そう。ほんで確かね、餌とか首輪とかがあって、それら使うと味方にできるんよね、うん、あ優しい。なんでとりあえずは、うん、あのとりあえずは、うん、どうしようか。モンスター来てもいかんし、とりあえず木切って、うん、集めるか、いろいろ。作業台作ったらいいんだね。そうそう、ここら辺の木を適当にやるか。うん、わかりました。じゃあこれをこれね、木切り寄ったらこう浮くんよね、これ。そう、これ非現実的よね出た現実のじゃないですか、先輩。これ あれやで、これゲームっていうのは、これ人生をより深く理解するためにゲームプレイする文献ね。おお、宗教かなゲームする意味あれでしょう、人生で経験できないことをゲーム上で人生経験しといて、こうリアルな世界で応用するかどうかをできるやん。ほら、こう人生で経験できんやん、こんな物理法則無視した世界。これ浮いとるぜ、これ。木の幹削ってもさ、これがマインクラフトだ。どこまで手が長いねん、この人。たまにこう木切っていきよったら、なんかリンゴが落ちてくるとかってあったんやけど、インターネット見よったら。そうそう、リンゴの生えとるとこもある。で、うん、まあ、まずクラフト、うん、開くんはできる？Eボタンやったっけ？そう、はい、開いてます。あのその本のマークあるやん。
あ、これ本のマークやったんこれ。そう、それをクリックすると左にいろいろなんか今作れるもんが出てきます。はい、これクラフト可能なアイテム表示中っていろいろ選択もできるわけね、表示で、ね、そう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 、はい、どうし、まあなんでとりあえずその松の木材、うん、この原木をクラフトに持っていくことで松の木材が木1個につき4個を作れます。ふむふむ。で基本的に木材でクラフトをしていくんで、ふむふむ、うん、まあ木材全部木材にしていいよと。やっぱ原木じゃ何も使用できんもんね。そう、まあ、正直原木でやりよったら本当にコスパが悪いんで。あ、原木でも一応作れるんや。確か作れたと思う。ただ本当にコスパが悪い。ほう、これ一番下のこの列がこれショートカットキーでしょ。あの1234567899つあるけど、何9つって、あのああ、2489、これのことか。うん、これはショートカットキーよね。そう、これは普通にもうなんかあのマウスホイールでシャララーって選べるやつ。あ、マウスホイールでも選べるんか。そう、キーボードの123のとこでも選べる。へー、でこのすぐ上のなんか123123456789、27マスのこれはまあアイテム保管用のアイテムパックやね。あ、そうそうそう、ここに一応作ったんとかアイテムはここにストックしていったらいいわけね。そうそうそう。はい、で松の木材を作ったら、うん、その左のあの本で開いて、本を開いて、うん、左のとこにあのコンパスのマークがあるタブの中の右に作業台があると思うんですよ。あ、実はねもう作っちゃったんですよ。作った、うん、おーおー、よかったよかった。ほらこれ作業台、あれ違うな、あれさっき作業台できたはずなんやけど。アイテムパックいない、落としたんやかな作業台。いや作ってなかったやないかな、選んだだけで。あ、また後で動画見てくださいもうどうせも撮ったやろはいはいはい、できました。でこれをポチッとこういう風に置いて、でこれを右クリックで選択すれば、うん、大規模クラフトみたいなのができるようになります。はい、これって動かせんの、これ一旦置いたやつって。こうやってね壊したら持ち運べる。一旦壊したら持ち運べるん。そう、それなんかえらい、またリアリティないな、壊すん一回。あ、ごめんちょっと突っ込まれた突っ込まれたすごいぞすごいぞ、この世界はマインクラフトなんだよえ、壊してもこれ、あ、ほんまじゃ、ここにできる。あ、別にそれも取ってもええよ、これ使ってもええし。ああ、持っとこうかって、でまた別のところに置いたらええか。でまあ、はい、まず何を作るかっていうと、うんうん、基本的に最初は木でやるとなるんで、斧とあと、そやな、何を作るのか、まあスコップ、ピッケル、うんうん、らへんかなとか考えるわけですよ。作業道具がいると。そう、その作業道具を作るにはまず棒を作るんですよ。棒ね。そう、さっきのコンパスのタブの、あ、ここを右クリックしてね、作業台を。ああ、作業台右クリックね。そうで、あのコンパスのタブのあの一番右下のとこに棒があると思うんですよ。なんか消えとるな。消えとる。いや、さっき確かできたはずなんだが、まあなかったら単純にあのそのクラフトのとこに木の木材を縦に2個並べたら出てくるけん。うん、別に、うん、いつの間にかできたどういうことなんや松のまあいろいろちょっとさっきレシピを作って、うん、まあ今はい棒が4本できました。はいはい。でまあ棒ができたら、そうやな、全然出てきてないな。え、出てきてねえな。いや、もっと簡単にポインって剣とかピッケルとか出てくると思っとったんやけど。あ、作り方としてはね、そしたら、まずマークの中に棒を2本、真ん中縦2つ、
マークの中に棒を、そう、テンキーで言ったら強盗人のとこに棒を2つ置きます。ちょっと待って、ちょっと待って、はいはい、今ごめんな、今何の話してんの？クラフトの話。クラフトの話、ちょっと待ってよ。今開いたら木のクワとか剣とかできとるよ。あ、そうなん、じゃあそっちでいいよ。ああ、テンキーでもなんか、あ、これテンキーのことなんか、このクラフトの上下合わせて9つあるんは。いや、そういうんでもないんやけど。そうでもない。違う。単純に俺があの説明するんで分かりやすいかな思ってやりよっただけで。ああ、ごめん、ちょっと一心転心が。そう。なるほど。まあで、うん、まあ、棒が足りんなったら棒をもう一回作ったりして、うん、まあ、とりあえずツルハシとか、うん、スコップとか剣とかを作ればいいと思う。ツルハシ、はい、ツルハシ、まあ、一通り作ったらいいね。そう、多分ね、斧とかは結構使う剣。あ、斧、斧、おお、斧がないなった早速。いやいや違う違う、松のボタンじゃないんだよ。今ちょっとこの左クリックと右クリックのこの使い慣れがあれね。うん、まあとりあえず作ってみてや、とりあえずな。ああ棒の数が足りんかったけん出てなかったんか。ああ、そう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 。なるほどね。木のクワがよう使うって言ったっけ？斧やね。クワはね、あのね、畑耕すとことかに使うんやけど、正直、今の段階じゃ使わんな、うん、クワは。とりあえず、はい、できた。できた？うん。これ、木の。昨日斧を持ってます。斧を持ってる、うん、はいはい。まあとりあえず耐久性があるんで。あるんよね、また作り直さないかんのよね。そう、木は一番脆いんで、さっさとこの木を卒業して石、そんで鉄に行きたいっていうのがとりあえず今のあれやね。はい、わかりました、はい、そしたらね、うん、とりあえず木材を集めましょう。はい、昨日までな。あ、晴れた。うん、よかった。いや、ほよ、敵に襲われずに朝に来たけんさ、なかなかいいんじゃないんでしょ。守られてるじゃないか、僕たちは。そう。あ、下に、でもこれいいのがあるな。ん？ここここ、下に。岩石がいっぱいあるね。そう。あ、いった。あ、よっしゃ。お、大丈夫か、ベスさん。俺が、俺が、おら、おら。こら、この野郎、斧で攻撃する人初めて見た。速配が甘いぜ、この兄ちゃん目。お、危なかった。お、刺さってるで、別に大丈夫か。痛い。頭に刺さってる。痛いの。すごく痛いの。はい。じゃあ、とりあえず。ちょっと待って。ん？かわいそうなとこにも、ここから見たら額に、額にもろ刺さっとんやけど。落ち武者って感じよね。落ち武者やな、これ。もうさん、これ、ちょっとね。お、なかなかすごい洞窟がある、これほんと。お、こんな洞窟あることめったにないけん。僕たちはこれは恵まれてるのか。そう、恵まれてると思う、結構。まあ分からんな、でも木に囲まれてるけんちょっとよく分からんのよな。で、うん、これがね、モッサン、これがね、うん、これがあの僕たちが最終的に欲しい鉄です。あ、最終的に欲しい鉄、今は取れない。今ね、これ石のね、ピッケルじゃないと取れんのよ。石のピッケル以上じゃないと。だけ今やろうとしてもこれが壊れるだけになってしまうんで。なるほど。これの周りの、うん、この灰色のいっぱいある灰色か、あの、この白い石、うん、これをピッケルで掘ります。こう、ピッケル、ピッ、あって、そう。ちょっと待って、ピッケルが何番やったかな。石の句は、ツルハシ、シャベル、あれこうやって。それ、別に、道具は何持ってるん？ん？玉のピッケル。ピッケル？木の。ピッケルなんかあったっけ？ツルハシ？あ、ごめん、ツルハシやわ。あ、ツルハシね。オッケー。じゃあ、ここの周りのこの灰色のやつを取ってったらいい？そうそう。はい。
じゃあ私はこう、でも変な取り方すると階段登れんな。あ、まあその時は例えばモッサン、これこれこれ、こういう風に取った石を、あ、ダメージ受けたな、取った石をあるんで、取った石をこうポッて置いてパッて乗ればいい。あ、そうそうそう、取った石をポッと置いてパッて乗ると。そうそう、なるほど。基本的にこういう感じやけん、このゲームは。はい。なんで石で作るピッケル用に石を取りましょう。ほんなら、これ調べたらこの一ブロック1メーター四方らしいね。あ、ほうなん一応1メートルの世界か。現実世界でリンクするとね。いっぱい、でもこんなに簡単に石が取れるとは。まあね、さすがにさすがにこんなリアルに時間かかってやってらんねえぜ石区かね、僕たちはね。そう、これフリーメイソンになるんじゃないのかなな、あのフリーメイソンなフリーメイソン何やったっけ、石の格好やったっけあれ。石の、いやあれ石膏業者やけん、石膏業者か。そうそう、昔はギルドとかいう、あれ、ああいう業者。種類がなんか2つ。